はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校国語品詞の分類丸1をお送りします。で、前回連文節1本ねやりましたけど、ここから品詞の分類、まあ、結構ね長いシリーズになります。ここからで、ほにゃららしっていうのをやっていくんですけど、その前に以前出てきた自立語と付属語をもう一回確認していきます。ここでね、それだけ大事なんで。で、今回はポイントの中の穴埋めもあるんですが、全部で6問問題がありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部説明しながら穴埋めじゃねえや、問題ね、解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、ポイントの方から穴埋めやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、さっきも言ったように自立語、付属語、この2つね、これが今回の主役です。ただこれは単語の時の動画でもね出てきてます、1回。だからまた同じかよって感じもするんですけど、改めてちょっと深く突っ込んだポイントにしてありますので、まずここから確認していきましょう。では、単語ってのあったでしょ、あのね、文節よりもっと細かく切るやつで、単語の中には自立語と付属語という2種類があります。いいね。で、それぞれをルールというかポイントをね覚えてほしくって、特に自立語で、自立語っていうのは文節のほにゃららにあるんです。まずで、しかもそれだけで文節を作ることができるんです、その自立語っていうのは。で、一文節にほにゃららつ、数ですね、ほにゃららつあるということになってる。で、まずこれを覚えましょう。まず自立語は文節の、まあ、最初とかでもいいですけどね、初めにしとこうか。初めにあります。だから一番最初にある、その文節ので、一文節、一つの文節の中に一つしかありません。自立語が一つの文節の中に2個出てくることはないんです。これ覚えてください、地味に大事です、これルールがね。で、付属語の方は、付属語は自立語の下につきます。自立語があったらそれの下につく。で、もう一個が付属語、それだけで、付属語だけで文節を作ることはできません。いいかな。これが自立語と付属語のルールです。まあ、正反対だよね。自立語はそれだけで文節を作れるけど、付属語は作れないと。まあね、こう下につくとか、そこは正反対じゃないけど。よし、じゃあ問題いきましょう。で、次の文の自立語、そして付属語をかね、書こうと。まあ、確認していく問題だね。で、まず、文節で切っていい？一個ずつ。まずこの魚が川を泳ぐからいきましょう。で、これを切っていくと、魚がね、川をね、泳ぐね、となります。いい？で、さっきも言ったように、このルールをね、使ってちょっと解いておきます、今回は。例えば、魚がとなってる。で、一つの文節に1個必ず自立語があります。で、自立語っていうのはその前の単語をやった時も言いましたけど、それだけで意味が結構通るものです。意味がわかるもので、これ単語で切るとここで切ります。魚とがいいね、単語だとね、魚とがに切るとどっちが意味わかるって魚だよね。だから魚、これが自立語になりますって考えてもいいし、さっきやったように自立語っていうのは文節の始めに来るんです。だから今魚がっていう文節の始めって魚でしょ、一番最初に書いてあるから、だからそれが絶対自立語なので、付属語っていうのは自立語の下に来る、自立語の下に来るのがでしょ、だからがは付属語なんですっていうふうに解いていくといい。で、次も川をです。これは川とをに切ります。でも一つの文節の中で最初が絶対自立語だから、これが自立語、つまり川は自立語に入る。そしてその下にくっついてるからお、これは付属語になると。で、泳ぐ、これはおよとぐには切らないからね、泳ぐで一つの単語で、泳ぐっていうのはこれ一つの文節で、これでどうしようかな、どう書こうかな、まとめちゃうか、自立語になります。なぜなら自立語はそれだけで文節になるんだけど、付属語はそれだけで文節にはならないんです。だからそのね、一つの文節の中にこう切れなくて一個しかない単語が、その時は絶対に自立語なの。付属語一人で単語はつけると文節作れないからね。なので泳ぐ、これは自立語になります。で、こうやって分けていってください。今かなり丁寧に分けてますけど、慣れてきたらもっと早くていいからね。で、
で、次です。まず文節で切ります。私には姉がいます。私にはね、姉がね、いますね、と分ける。ね、文節で分けると。で、ここまずポイントで、私にはです。これ単語で分けると、私、これみんな分けれるよね。これ、にとは分けるからね、単語。にはってきたら、にとはで分けます。これ、私にでも OK だし、私はでも通るんで、にとはは分けなきゃいけない。で、三つに分かれました。一番最初はもう容赦なく自立語です、絶対に。だから私は自立語。で、もう一つの文節の中に自立語は一個しかない。一個いたでしょ？だから残りのにとはは両方とも付属語になります。にと、わってね。こうやってやる。で、次も姉が。これは姉とがに切れる。まあ、これ分かりやすいね。先に来る姉が、自立語。そしてその下くっついているがは付属語と、こんな感じになります。で、ちなみにさっきね、普通にやってしまったけど、一つの文節の中に単語が3つありました。で、一番上は自立語です、絶対に。で、自立語は1つしか入れないんで、あと2つ付属語にしたでしょ。付属語っていうのは何個あっても大丈夫なの。1つっていうルールはないので、だから2つあっても OK と覚えてください。で、ラストのこのいますなんだけど、これね、ます、ほにゃららますが来たら、これ切ってください、単語。いとますなの。いるっていう言葉にますがくっついてるんで、いとますに分けます。で、いとますでしょ。先に来てるこれは、いだけだと、いや、意味わかんないんですけどって思うんだけど、自立語です。なぜなら文節の最初だから。いい？まあ、もともといるって意味だからね、これはね。だから、いが入る、自立語に。で、その下にくっついてるこれはセットで、まずは付属語になると。いいね。こんな感じで解きます。次。ドアから人が入ってくる。これも、ドアからね、人がね、で、ほにゃららってほにゃららなんで、入ってね、来るねと切ってください。いいね。ほにゃららてだからね、これね。じゃあ行きましょう。まずドアから。これはドアとからに分けます。で、先に来てるドア。これは自立語。だね。で、自立語の下にくっついてるんで、から。からだけでも意味わかるじゃんって感じもするんだけど、自立語の下にくっついてるんで、これは付属語になると。で、次。人が。これはいいね。人とがに切って、上が人が自立語。で、下にくっついてるがは、付属語になります。で、入ってなんですけど、これ、ほにゃららてっていうのは単語1個になるんだね。やったもんね、これね。だから、ここで切ります。入ってとこと、てで切るの。単語だったら。で、文節の最初は自立語なんで、はい、ちっちゃいつ、これが自立語になるの。で、その下にくっついてるんで、ては付属語になります。いいね。で、来るです。で、これどっちかなって、これ来る切れないからね。くとるじゃなくて来るでセットです。で、どっちかなって思うんだけど、来るだけで一つの文節です。一つの文節、ね、単語がね、一つの文節になってるので、これは絶対自立語になる。なぜなら付属語だけでって文節は作れないからね。なので、来る。これが自立語になります。で、ラスト。まだ食べているようだ。いきます。で、まだね、で、食べて、ほにゃららてなんで、食べてね、いるね、ようだね、となります。で、ようだは切んないでください。ようだはセットですね。で、行きましょう。これ、まだって、まとだじゃないね。まだで1個になるので、1個だけしかないから、絶対に自立語。付属語だけで作れないからね、文節が。で、食べては、てなんで、ここで切ります。で、食べとてでしょ？上に来るのが自立語だから、食べ。で、手が付属語になります。よいしょ。ちょっと待ってね。はい。で、次、いるです。で、いるはこれで一つです。ね、いるで塊なんで、それだけで作ってるから、これも自立語になる。で、ラスト、ようだなんですけど、このようだが、これが、あ、すいません。すいません。本当にごめんなさい。いるようだは、文節切れないんだ。
失礼しました、本当に。いるようだねなの、これ。ごめんね、切ってしまった俺が、癖で。ごめんね、もう一回確認します。まだね、食べてね、いるようだねです、文節は。そう、ようだは切っちゃいけないんだった。で、こうなるんだよ。で、単語で分けるときに、いるとようだに分けます。本当に失礼しました。なので、いるとようだになるでしょ。で、上は自立語なんで、いるが自立語。その下にくっついてるんで、ようだが付属語になります。こうやってね。失礼しました。ちょっとね、自分で間違ったんですけど、もう一回特徴でね、言います。この、いるようだ、ほにゃららようだってのが出てきた場合は、まず文節は切りません。まだね、食べてね、いるようだねです。で、いるようだの中で単語で切るときは、いるとようだに切ってください。ね、大変失礼しました。では、まずね、今回自立語付属語の、自立語付属語の、まあ、スタートではないですけど、まあ、品種をやる上ではすごく大事なので、まず押さえておきましょう。で、は、一応締めてしまうから先にね。では、今回は中学校国語、品種の分類丸一をお送りしました。今回はね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回なんですけど、次回まだ自立語と付属語いきます。で、何をやるかっていうと、活用をやります。活用がある、活用がないです。なので、ここの知識がないと、ちょっと次つまずいてしまうので、で、ここを見てもらって大丈夫となった上でね、もしよかったら次の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。